じゃあ、かくすけです。やっていきましょう、ドキドキぽやっちよ。8月21日土曜日です。土曜日だからって何か発生するかな。このゲームのストーリー的に夏休みに来てる感じだからね、こんな曜日によって違いは大人以外はないかもだけど、よく眠れたかしら。朝ごはんにしましょう。うん、いただきます。今日も頑張ってくれよお姉ちゃん、ごちそうさま。はい、これ今日のお手伝い。それからありがとう、昨日はお買い物助かったわ。ほんと頼りにしてるわよ。それからかくすけ、7時くらいには夕ご飯だから忘れないでね。いつもありがとう、頑張ってね。はい、本日はルフィ、ディーナ、チェイン、ダンディ、チェラビー、ローザ、ラッキージャム、ブックルの実。お、配達レベル上がってる。やったね。ラッキージャム。うん。よし。ラッキージャムとブックルね。お、ブックル高いからさ、これ、買わないのは結構、うん、お小遣い省略になるよ。魚のパイ、魚のパイ、よし行こう。ルフィ、リーナ、あ、今日は誰か来る？よしよし、モテモテだな。あ、ジェイン、やー、あのさ、ちょっと散歩とかどう？行こう。ジェインとは一番うまくいってる気がする。行こっか。うん、行こう。あ、ここだね。しびれ草が育っている。私ね、小さい時帝国で暮らしてたことがあるんだ。いい町だったよ、うん、綺麗で便利で、どこもかしこも整然としてさ、どこも同じ街並みで、迷子になると帰れなくなっちゃうぐらい。ね、一緒に迷子になったらしいね。ルフィが飛行船に乗ってよく遊びに来てくれたな。時たまね、あの頃のことが懐かしくてたまらなくなる時があるんだ。うん、父さんがいて、母さんがいて、ルフィと一緒に通りで遊んで迷子になって、もし帝国に行けばあの頃と同じに暮らせるんじゃないかなんてさ。うん、時が戻ってくるわけじゃないのに、おかしいよね。いやー、それはそう思っちゃうよな。私は技師になるよ。そっか。それでいつか絶対帝国に行って働くんだ。寂しいけど素敵な夢だね。うん、素敵な夢だ。そう言ってくれるの君だけだよ。そうかな。あ、そっか、あんまり道具機械はよく思われてないんだっけね。ありがとう、話を聞いてくれただけで嬉しいよ。うん、ここまた聞かせてください。帰ろう。うん、帰ろう。イーリアさんもすごい応援してそうだったけどね、この前の感じを見る限り。うん、バイバイ。今日チェインにはあったっけ、お使い。忘れちゃった。チェインはなかったような気がするけど。あった、あった、カリコリ、カリコリだった。カリコリ棒を先に確認してもよかったかもね。チェイン、カリコリ棒だよ。せい。ありがとう、うん、マリアさんのパンダ、ラッキー。ラッキーでしょう。あ、いやいやいや、うん、やめとこう。よし、ホロホロでイーストだったっけ。
買いましょう。よし、イースト2個。うん、イースト、イーストの2つでお願いします。あれ、あー違うか。あら、かくすけくん、うん、なんでもないです。今日はアルとリリーは特になしなんだよな。うん、なんでもないよ。リリーもなんでもなしです。さよならです。ルフィ、ルフィ外に出かけちゃう前に行った方がいいかも。お、ヤッホースティードくん。なんでもないけど、お花好きだったよね。はい、どうぞ。どうぞ。オッケー。うん。よし、ルフィ。今日はチェーン、リーナ、ローザ。そんな感じだったはず。ルフィ。シンシアではなかったような気がするな。ルフィちゃん、まだいるんじゃない？この時間なら。おはようございます。お、イベントだ。達成するね、結構。失敗しても幾度となく挑戦する。ルフィはほんとひたむきじゃの。そうね、ああいうところはリルフィーにそっくりじゃわい。見ているのが思わず辛くなるほどな。子供の頃リルフィーは活発でのう。今があると野原を駆け回ったり、子馬のように飛び跳ねたりしておった。小鳥のように絶えずさえずっておってな。多少そそっかしいが、ひまわりのように明るく元気な子でのう。そばにいるとこちらまで幸せになるような不思議な魅力のある子じゃった。ガッシュといういい婿が来て、可愛い孫まで生まれ、これからっていう時じゃったのに。あんなことになるなんて。なんとかできないのかな。まあできるものならやってるよな。ルフィ、ヤッホー。あれ、お豆かなとは思うんですが、お豆パイね。お豆リーナ、ランディ、セラビ、ローザ、うん、お豆パイです。取り出す。はい、どうぞ。わー、ありがとう。お願いしてたマリアさんのパンだ。嬉しい。うん、よかった。はい、こんにちは。あ、いえ、特になんでもないんですよ。よしよし、ルフィ完了。リーナ・ローザは親子一緒にプレゼントしてしまいたい。よいしょ。話が、いやー、やっぱリルフィーさんの話気になるんだよね。チョコマフィンね。いやー、気になるんだよな。でもルフィルートなのかなってそれは思うし、ルフィルートは多分私うまくいってないと思うから。お願いしてたパンダは、うん、ふんわりとしていて美味しいの。うん、やった。いいえ、なんでもないですが、ルフィルートはうまくいってないと思うんだよね。悔しいけど。あ、ローザさん、こんにちは。おみかんマフィンね。はい、どうぞ。ご苦労様、かくすけくん。どういたしまして。なんでもないですよ。よし、ランディだったな。そこの集会のところにいるかな。まだこの時間なら家にいるかもしれないけどね。エンシアちゃんのとこ顔出していこうかな。いる？いない。そのね、わたわたのとこにも顔出していこうかな。よし、
コスモスどうぞ。嬉しいですわ。どこでこれを？私の大好きなものですわ。うん。ピー。こんにちは。あ、格助さん。はーい。どこはランディさんだろうか、ジョニーさんだろうか。発見コスモス。チェイン。イベントは発生しない。やっほー。なんでも。よし。マージさんにも話しかけていこう。最初に比べたら本当に慣れたものですよね。こうやって回っていくのも。来ましたよ。あ、プロポーズの話。マージさんとジョニーさんの若い頃の話。え、あの流れ星の。いいですね。やだね。あの子ったらそんな話して。恥ずかしいじゃないか。可愛らしいね。若かったからね。そういえばチェイン。なんか喋ってるけど。え？あの子は早く帝国に行きたいって？うん。困ったね。私はどうも帝国が肌に合わなくてね。でもあの人もチェインもエールコルダンじゃ才能を生かせないしね。そっか、マージさんの事情でここにいるんだね。でもね、難しいね。困ったね。うー、あ、何回も話してイベントが。格助くんかい、聞いてくれるかい？うん、聞きます、聞きます。この村に住んで随分になるけど、私は未だにしっくりとは来ないんだよ。あ、来てないんだな。半分帝国人だと思われているからね。帝国にも馴染めなくて結局ここに帰ってきたのに、おかしいね。やっぱり私はチェインと一緒にジョニーの元に行くべきだろうか。難しい。べき行っちゃえば。もうなんかさ軽いよね。人ごと感すごい。気持ち次第じゃないか。もうなんかな、全部言い方が、言い方によるんだよな。難しいぞ、この選択。馴染めなくてねって言ってる人に、そんなの気持ち次第じゃんっていうの、どうかと思うんだよな。馴染めないのは馴染めないよ。ちゃえばもな。私としてはもう、悩んでるなら行ってみて決めるっていうのがありだと思うけど、ちょっと冷たいよね。持ちさえ。どうなんだろう。背中を押してほしいのかな、それともただ聞いてほしいだけなのかな。難しい、この選択。この村にいるべきだとはそんな思わないんだよな。難しい。あー、どうしよう。難しいよ、この選択。気持ち次第？帝国に行っちゃえば？
気持ち次第じゃないか。そんなのって、そうだね。アクスケ君の言う通りだよ。強く生きなきゃね。ごめんなさい、なんか気の利いたこと言えなくて。すみませんね。お花をどうぞ。すまないね。難しいなぁ。うわぁ、難しい選択だった。りんちゃん、ちょっと話してきたよ。お母さんがやっぱり馴染めないんだって、帝国は。それじゃあね。難しい話だなぁ。才能を発揮できるのは帝国なんだなぁ。あ、ダメですか。難しいなぁ。あふぅ、満腹ぷぅ。最近ピアちゃんイベント起きないなぁ。ランディいませんか。もう集会所に行っちゃったかなぁ。ここどこ？あ、ここに出るのね。ここに誰かがいたことがないな。うん、よし、確認よし。ランディ集会所にいると考えてこちらに向かいます。今あるね。よいしょ。くるみも発見。よいしょ。お、こんにちは。いや、あなたのことももっと知りたいんですけどね。プレゼント、はい、お花です。どうぞどうぞ。あ、マックさんにあげた。いや、マックさんとも仲良くなりたいんだけど。こんにちは、モーガンさん。ありがとう。はい、どうも。おー、からの、どうも。こんにちは、こんにちは。うん。どうも。あ、なんでもないんですけどね。ここら辺の話も気になるんだけどね。なかなか発生しないな、イベント。あ、ピッ。いないっぽいな。いないね。ランディ、ランディって、洞窟に行ってたりするのかな、あの子。しびれ草、しびれ草。どうしよう、マックさんに渡してしまうのか、ガリクソンさんに渡すのか。ここに、あの子もいなかった。ランディ、ランディ、どこだ。こういうところいたりもしないよね。ポールさんのところ遊びに行ってたりとかあるのかな。あ、ポールさんいた。やっほー。あ、篠浦さんに聞いてみようかな。ランディ、こういう時どういうとこ。あるが、あの子と女神像に行くって言ってたようだけど。あ、女神像に行くの。あるが一人でいたことはあったけど、ランディも一緒に行ったりしてるんだ。あれ？あ、この二人出たな。ナイスバディの話してる？お、釣りの話か。
お世辞の歌なのこれ。え、仲良し、かわいい。かわいいな、この二人。あ、やいすいいす、どうも。うん、お兄ちゃんですよ。あ、イリアさんもいらっしゃるし、マリンちゃんもいらっしゃるね。いいね。ランディが女神像の方に行ってるんだな。おせち。いやー、可愛かった。さっきのイベントを見れてよかった。あれ？この二人、おいすおいす。ちょっとごめん、頑張ってちゃうみたいになっちゃった。女神像の方に行く？ひょっとしてランディだけ中に入ってたりするかな。あと今日、セラビーさんとかもあったよね。ランディ、セラビー、うんだよね。いるかな。セラビーさんは最後にあの洞窟に行けば大体会えると思うけど。ランディ、あれ、女神像ってここじゃなかったっけ。違う、もうちょっと左だっけ、もうちょっと右だっけ、もうちょっと左だ。あれもう女神像から帰ってるんじゃない、ランディたち。あ、まったけだ。お、イベント来たな、これ。ランディたちかな。あ、揃っている。よっ、どうだ、お前も俺たちの仲間に入らないか。え、入りたい。仲間？洞窟ブラザーズだ。洞窟ブラザーズなの。この村の地下には洞窟が張り巡らされていて、すっごいんだぜ。うん、私迷子になったことある。僕たちで調べてるんだ。うんうん、地図書いてる。仲間になるならこの地図をあげますよ。あ、こんな声だったの、初めて聞いた、スティードの声。あ、地図欲しい欲しい。中の地図。この地図を完成させるのが洞窟ブラザーズの目的さ。いいね。真の目的は他にあるんだけど。え、なに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 、なになに。から先は仲間の秘密だろ。楽しそうなことしてる。仲間になるなら教えてやるぜ。どうする。なるなるなる。なになに、なんだよ。マリンも来た。あ、マリンだ、やばい。マリンには内緒なの。何の話だよ。いや、別に。出たな、鉄拳。わかったよ、話せばいいんだろ。洞窟ブラザーズ。うん、燃えるね。あ、行こう行こう、今すぐ行こう。行こう行こう。ダメだね。え、なんで。いや、言ってて。強い。だからやめてくれ。姉ちゃんみたいにポカポカ殴んなよ。わかったよ、今から二人とも洞窟ブラザーズの一員だ。やったー。マリンが入ったからブラザーズじゃないんじゃ。え、いいんじゃない、兄弟って意味では。いいんだよ、男みたいな女だ。それはちょっと違うかもしれない。何？ちくしょう。でもまだ正式な一員として認めたわけじゃないぞ。なんだよ、見習いか。試験を受けてもらう。あ、なんだ。明日の昼にこの地図のバツ印に来れたら仲間にしてやるよ。頑張ろう。どうだ、明日の昼ね。楽勝だぜな。うん、頑張ろう。じゃあ二人に地図を渡しましょう。やった。まだ完全な地図じゃないから気をつけてよ。うん、明日の正午か。え、お使いしてる場合じゃないな。よし、明日の朝洞窟の入り口で待ってるから遅れんなよ。大変だこりゃ。明日のお使い大変だぞ。ね、そしてランディ、ランディには要件があります。え、はい、ちょっと待って、姉さんメモ。プラムツイスト、やった、まさかのイベントだ。
お、ラッキー。ちょうど腹ペコだったんだ。サンキュー、ククスケ。この3人の声、初めてしっかり聞いたな。やった。明日の正午な。ちょっと予習しないと、これは。動画、今日ここまでだと考えていたんだけど、これは忘れないように、もう一本だな。地図、地図、イベントか。洞窟地図使う。うん。これ、おばあさんのサボテンから来た方が早いじゃん。おばあさんのサボテンから来た方が早い。アテナとか書いてある。でもこんなわかりやすい地図書いてくれてるんだ。それならいけるね。俺たちは洞窟ブラザーズ。やった。もう、これ結構前からあったんじゃない？このイベント。それなら、それならこの地図早めにもらっておきたかったな。何度悩んだことか。道に迷ったことか。とりあえず下の方に行くんだな。で、この分かれ道かな。あ、ここはまだだな。こう行って、ここダメになって、だから、これが右下のハテ、左下のハテナかな。ここで右に行って、あ、ダメです。腹ペコ寸前。と、パンを食べて、ついでに寄りたいな、おばあさんのところに。セラビーさんのところに。おいって、で、ここで左、ここだな、きっと。オッケー。いける。朝一で行かないとね。ここから右の方に行ったら、おばあちゃんのとこにたどり着くんだな。いやー、ついに洞窟イベント発生。ちょっと見るのが遅かったような気がするけど、ここに繋がったんだな。いや、でもいないセラビーさん。セラビーさんどこですか？これは困ったぞよ。セラビーさんのいる場所いまいちわかんないからね、いつも。まあ南のあたりを歩いてたら、たまたま見かけるみたいなことが。お墓のところにいたっけ？あのお墓ってひょって、ルフィーさんのところだったりするかな。恋ヶ滝であっても、やっぱ、足からの、違う、恋ヶ滝は違う。ミリアさんだ。なんだかんだで、ビルビリさんとも仲良くしてたんじゃないかな。悔いてたしね、助けられなかったって。なりすぎるのよ。しびれ草なのでは？失礼しましたー。失礼しましたー。どうしよう。クランベリー。プラムでも食べよう。回復。あ、結構回復するね、プラム。ビレグサじゃなかった。何をあげればいいんだ、あの子は。だー。多分正解があると思うんだけどね。タン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 。ビレグサ結構手に入ったね。セラビーさん、いませんか？
あ、18時14分か。あ、18時過ぎたか。あ、ダメ？いや、腹ペコ。いや、それは大丈夫ですよ。もうご飯近いから。近いから。え、でも倒れちゃったりするかな？何も食べずにいたら。もう一回ベリーでも食べとく？体力食らっちゃったからかな。なんか早めに空いちゃったのは。ランディ、明日ね。絶対成功させてみせるぞ。よいしょー。セラビーさんがいない。ちょっと張り込みかな、そこに。午後は。あ、ただいま。夕ご飯にしましょうか。はーい。明日のお使い簡単だといいな。いただきます。どうかな。どうだった？今日は。今日、うん。いい日だった。だよ、うん、よかった。可愛い曲も聴けたし。うん、楽しいよ。よしよし、回復して。いい人かな。よし、バッチリだ。使い完了です。行ってきまーす。二人ともごめんよ。通りまーす。よいしょ。セラビーさん、渡せるかな。不安になってきたな。ちょっと、あ、歌ってる。こんにちは。あ、いえ、なんでもないです。はい、セラビーさんのとこに行こう。なんかひょっとして初めてお使い失敗するんじゃないか、これ。セラビーさん、どこ？結構時間ないぞ。いてくれ、お願いだ。いない？そんなことある？セラビーさん、あー、失敗するかも。失敗するかも。いない。いない。いつもここいるじゃん、セラビーさん。なんでいないんですか？やばい、もう夜。ダメだー。今まで 100% だったのに。来た！来た！ミルクルブレッドはまだかい？私は待たされるのは嫌いだよ。助かった。ありがとうございます。帰ってきてくれて。おー、マリアのパンじゃな。待ちくらびれたぞ。お待たせしました。よかった。あー、よかった。セラビーさんは入り口で貼っとくのが正解なんだな、きっと。あー、よかった。本当によかった。間に合った。危なかった。よし、これで終了だな、本日は。計算メモを見よう。うん、 100% です。危なかった。ただ明日ね、冒険から始めるとちゃんといけるか不安だよね。あー、いけるかな。いや、簡単な人たちでお願いしますよ。はい、寝ます。よし、寝るぞ。おやすみなさーい。